フロン積み30先あるので GTR とフロン積みしっかり使いこなしてこの後フロン見せてくれるでしょう。さあイサナ、ワンピーイサナ、 GTR 2P フロン、フロン積みですね。ちょっとそこ上げ、これフロン積みって言っていいんですか。これフロン積みですさあ2ダブ、2ダブフロン積みじゃないかもしれない。さあイサナ本線ワンピースの本線、フロンはちょっとこれ紫を、なるほど3列目の紫、これ暴発しますね。ここで繋ぎ方うまかったんですが、あそこのね4列目の2つの紫が暴発してしまうと、3列目から繋ぐっていう発想はやはりまあ、あの落ち着いてるなっていう感じは見て取れますね。拾いましたね。難しいですね。今のも判断がかなり難しい。上部はやはりあのマス目が本当になくなってきますので、一つのね手がね本当に影響が大きくなるんですよね。さあイサナは今のところ本線をつないでる、フロンは止めている。さあどうするか。さあ1回1連鎖、さあ2ダブ、フロン2ダブに対してイサナいいですね。これ3連鎖連結なので帰りますね。さあフロンキャンセル入れて2連鎖、イサナ茨でどんどん攻めてくる、さらに2ダブ3連でまだ攻める。これはおお緑が引けたんで4連対応ですね。こうなってくるとイサナはもう対応するしかない。さあ上の方まで行っていいですね。これ2ダブだとあまり帰らないんで3連鎖目足していきましたが、フロンもこれ2ダブ返していく。さあ4ダブ、これさあいい、これはフロンの形ですね。もう乱戦模様中盤戦しっかりやってからしっかり回収して9連鎖、これもイサナがどれだけ伸ばしてももう厳しいでしょうね。